名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対広島東洋カープの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはドラゴンズの先発松葉が名古屋ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい。インサイド落ちました。これはどうか、取った、一塁送球アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー、素晴らしいプレーが飛び出しました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか？いや、今の難しかったと思うんですけど、素晴らしいプレーでしたね。バッターは2番に入っている野間。松葉、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上松葉、そしてキャッチャーは宇佐美。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。初球ボール、インサイド落ちました。これはどうだ、センターに抜けました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには上本、そして一塁ランナーは野間。走ってくる可能性もあるので警戒はしておきたいですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。ファウルになります。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。このピッチャーはいい。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかった。二塁セーフ、打ちました。ライトの前落ちる。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。カープ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターは4番小園。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。初球打ち、これはどうか、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3連打、ランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスには堂林が入っています。さあ追加点は許したくないところ。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。初球空振りです。ここは三振を取りたいですよね。そうですね。キレがありますよね。そうですか。
追い込んだんで三振を狙っていきたい。ここは決まりました。見逃し三振です。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、三振でツーアウトとなっています。一塁牽制、一塁はセーフ。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。これでワンヒットで2点の可能性も出てきましたよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。まあそうですよね。そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。打ちました。これはセカンドライナー。しかしこの回カープ見事な攻撃でした。1対0カープ先制です。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃が始まります。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の玉村。さあドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。春下げ打席に入ります。さあカープはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。初球打ち、弾き返した打球はレフトへ、レフトが取りました。バッターは2番に入っている板山。まずはワンアウトを取っています。アウトコース、空振りです。インサイド打ち上げました。打球はレフトへ、レフト掴んでツーアウト。バッターは3番の高橋、ツーアウトになっています。この回のドラゴンズ打線ですがたった3球でツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、そうですよね。初球ストレート見送っています。ボール、これが2球目。低め決まってストライク。痛烈、これは1、2塁間を破る、一気にライトへ、ランナー出ました。ドラゴンズです。ツーアウトランナー一塁、打席には4番バッター細川。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。インコース詰まりました。ここはフライになっています。矢野掴んで3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1回終わって1対0、1点リードはカープです。2回表に入ります。7番から始まるカープの攻撃、バッターは菊池。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える2回です。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあ自分でも今の状態はね、分かってると思うんですよね。まあこっからバッテリーがどう組み立てていくかですね。そうですね。さあ修正できるかにも注目しましょう。さあ2球目は何か。インサイド落ちました。センターへ抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターは矢野、
そして一塁ランナーは菊池。まあ盗塁もありえるんで注意しておきたいですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。最初はストレートから来ました。ここはゴロを打たせ走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。痛いですよね。ここは得点圏に進めたくなかったですよね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。追っつけて打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。カープ1点追加します。見事なタイムリーヒット。2対0になりました。ドラゴンズなおもピンチです。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあ打席には先発の玉村が入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。やはりこういう場面では安易にストライクから入れませんよね。なるほど、そうですか。次が2球目。送ります。打ち上げてしまいました。ピッチャーが取る。一塁送球アウト。ワンアウト。送りバント成功。ワンアウトランナー三塁です。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど。さあどういうリードをしてくるの。流しました。これはどうか。一塁決定。二塁に向かう。バッターランナーは二塁でストップ。カープ1点追加します。3対0。ドラゴンズなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。打席には2番バッター野間。ドラゴンズこの回2点を失っています。さあ3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね。ここで切っておきたいところ。打ちました。取ってツーアウトです。さあそして打席には上本が入ります。さあツーアウトながらピンチは続きます。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。外の低め見極めます。打ちました。これはどうだ。ショートの横抜けた。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。カープ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。4対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打順は4番小園。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。カープこの回7人目のバッターになります。セーフ。打ちました。ピッチャー取った。一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回カープ3点を追加しています。4対0。カープのリード広がっています。2回の裏追いかけるドラゴンズの攻撃。打席には5番バッターディック。
ドラゴンズビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧につないでいきたいですよね。そうですね。最初は変化球できました。これは決まった。インコース決まった。ワンボールツーストライクです。打ちました。この打球はフライになっています。菊池抑えてワンアウト。バッターボックスは6番福永。玉村、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファールボール。サード取った。ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている宇佐美。